昭風徘徊とは、松尾芭蕉及びその門流の信仰する徘徊。時に、昭風と称することもあるが、他流にもこの呼び名があり、場所固有の名称とは言えない。昭風とも、定門徘徊、断輪徊と続く詩的な流れの中で、言い捨ての徘徊から、天中城の事情を不易流行の守備へと転換し、それを追求したところに、昭風の特徴がある。 将風の成立期は、遠方末年から天泣きにかけての深川草案での、品にして、なお一人は微部世界に共鳴したものが、参集し始めた、状況期とされる。場所生,生前の将風は、巨栗、冬の日の気外え松室な風景の文学、久後、サルミノの形状融合、姿条件美の円熟した境地、墨田原、俗サルミノの、さらりとした、平坦な、 カルミの配風と変遷していった。18世紀後半に入ると、昭風復興運動が展開され、ヨサブソン、ヒサムラ兄弟らのようにロマン的、脱俗的配風が創出されたが、厳密に言えば昭風そのものではなかった。その後も、昭風の名は依然としておもんじられ、場所の偶像崇拝も行われたが、正岡式の廃海革新運動の洗礼を受け、近代俳句として生まれ変わった。 昭風発祥の地平市県名古屋市中区山三丁目の名古屋テレビ塔前には昭風発祥の地石踏みが混流されている。状況元年、松尾場祥は名古屋城下で徘徊工業を行ったとされ、昭風を確立したとされる冬の日に再録されている区はその時読まれたものである。昭風発祥の地石踏みはこの徘徊工業の行われた地に建てられている。 ありがとうございます。